皆さんこんにちは。こんにちは。省エネの家アドバイザーの市井と申します。こちらのインナーガレージのお家をご案内していきたいと思います。サイズ感から先にご説明しますと、土地が約60坪の大きさで、建物自体が、延べ床面積37坪となっております。まず外観の方からご説明していければなと思うんですけど、はい、まあ、全体的にグレーの色味で統一してあります。素材感でいうと、吹き付け塗装って言われる素材のものを使用しておりまして、落ち着いた印象になるような外壁材を使用しています。そしたらちょっと早速インナーガレージの中の方から進んでいければと思います。はい、こちらがガレージ部分になっておりまして、まあ、ちょうど車が2台止めれるような広さ と、と脇の方に自転車は止めれるかなっていう広さ感です。そして奥の方に行きますと、アプローチというか玄関は2つありまして、まあ、インナーガレージから直接行ける部分と、はい、まあ、お客様用の直接正面からの玄関というところと2つあります。こちらから来たら雨に濡れずに入れるという感じですかね。本当車を降りてそのまま直接行けるような動線になっております。便利ですね。はい、すごく便利でいいと思います。一応こちらの方には外部収納という収納スペースも設けてありますんで、まあ、タイヤとか除雪の道具だったりとかはこちらの中に入れていただければ、本当ガレージ内で完結するような収納スペースになっております。で、一応ちょっとこちらに少し見えてるのが、まあ、お庭のスペースになるんですけど、こちらちょっと中からもお店はできるかなと思うんですけど、まあ、ここにまあ、人工芝を引いたりだったり植栽を植えたりとかできるように、まあ、ちょっとしたお庭の空間ができます。これは中からも出られる感じですかね。あ、そうですね、まさにここがリビングになってるんですけど、はい、またその中からの様子もぜひ見ていただければと思います。はい、では後ほどよろしくお願いします。はい、お願いします。そしたら早速中の方こちらからご案内していきます。はい、はい。でこちら玄関なんですけど、はい、ちょっと上の方を映していただくと、はい、こういう木の板が貼ってあります。でこちらの、まあ、普通に貼らずにでも全然いいんですけど、ここを映していただくとこういう木目の素材のものになってますので、まあ、こう統一感を出すには木の木目を上の方にも貼ってあげると、より統一感が出てすごく素敵な雰囲気に仕上がるんじゃないかなと思ってます。はい、グレーの外観ともマッチして、そうですね、すごく、はい、かっこいい感じに仕上がってます。そしたら中の方ご案内していきます。はい、失礼します。はい、でこちらが、まあ、玄関になってまして、はい、まあ、早速ちょっともう見えてるかなと思うんですけど、うん、で玄関のここの部分、下の部分ですね、はい、間接照明が入っておりますので、うん、まあ、すごく素敵な雰囲気になるかなと思います。すごい入った瞬間いい雰囲気が、そうなんです。やっぱこれあるとないとじゃ結構雰囲気も違うかなと思うのと、うん、あとはこちらですね、はい、実はここ中がシューズクローゼットになっておりまして、はい、ちょっと今は中にいろいろ荷物がちょっと入ってるんで、靴とかをそうですね、しまえるようになってます。なってます。でこちら玄関入って、はい、すぐ左手の方に実はお手洗いがあります。はい、結構トイレの位置は人によって変わるかなと思うんですけど、リビングを通しだと、まあ、お客様がちょっとプライベートなところを通ってお手洗いに行かないといけないということもあるので、まあ、こういう玄関先にあればプライベートな、そう、洗濯の干してある場所とかを見ずに、あのお手洗い行くことができるので、まあ、結構その配置の違いはそこかなと思います。はい、でこちらにあの手洗いのボールが設置してありまして、まあ、ここもすごく素敵な雰囲気で、照明もお客様もご自身で選んでこられたものなんですけど、玄関入ってすぐに、まあ、最近はそのコロナ禍っていうのもありますので、すぐ手を洗いたいっていう方が最近増えてきているのと、まあ、位置関係的にお手洗いとの場所が近いので、まあ、兼用して使う形になっております。玄関先っていうのもありますので、人目につく場所でもあるので、こういうちょっと手洗い型のおしゃれなボールを、はい、置いてあります。まあ、黒とグレーの統一感がありますので、こちらもすごくかっこいいおしゃれな雰囲気に仕上がっております。そしたら中の方に早速入っていきたいと思います。はい、はい、こちらです。はい、まあ、入っていただいて、まあ、すぐ収納とかの棚はあるんですけど、うん、
この形の中にも花が入ってるのと、まあ、こちらはもうあらかじめ花だけの、まあ、ちょっと見せる収納というか飾る用のスペースとして設けてあります。おしゃれですね。はい、奥中の方に進んでいきます。はい、こちらがメインの LDK になっております。すごく素敵な雰囲気じゃないかなと思うんですけど、全体的に床の色味ですね、ちょっと濃いめの色味を使っておりまして、まあ、それぞれの、まあ、収納棚というかこういうキッチン後ろのカップボードって言われる棚の色味も全てまあ床の色味と統一したような形になっております。なのでこうキッチンの上に実は板が貼ってあるんですけど、こちらの色味も統一してありますので、すごくまあお部屋の一体感というかデザインの統一性っていうのはあるかなと思います。まあ、早速、まあ、こちらのキッチンがすごく目につくんじゃないかなと思うんですけど、はい、こちらアイランドキッチンになっております。すごくまあ憧れのアイランドキッチンかなと。すっきりしてて、そうなんです、すごくかっこよくて、アイランドキッチンのこういう扉の色合いだったりもいろいろ選べますので、うん、こちらもすごくまあ濃いめの黒っぽいものをお選びいただいて、まあ、お部屋のまあ存在感というか、そこの色味も調節しながらかっこよく仕上がるようにっていうのを意識しております。で、続いて奥に行きますと、はい、ここにダイニングテーブルがあります。はい、横並びなんですね、キッチンと。アイランドキッチンなので、まあ、結構横並びに設置される方が多いかなと思います。まあ、あとはもう少し小回りでぐるぐる回りたい方はもう少し離らかして、あの設置することもいいかなと思いますけど、こちらはつけてダイニングテーブルと、まあ、キッチンをつけてあるような配置になっております。なのでこの並びだとすごくまあ配膳が楽なので、そうですね、そうなんです、作った料理をそのままこう配膳するだけなので青目線でも家事がしやすくて、そうですね、横移動だけでいいですよね。そうなんです、片付けもすごく、はいはい、楽ですよね。キッチンの幅も結構広めですので、はい、まあ、こちら側にあのお料理をまあ置いておくこともできますし、キッチンの種類によってはこちらはまあカウンターとして使うこともできます。で、後ろの方ですね、こちらのカップボードって言われるものになっております。こちらはあの松園の家でお作りしている棚になってます。なので、まあ、結構お部屋のその色味だったりとかとすごく合わせやすいので、ここが造作の一ついいところかなと思います。まあ、あとはこういうスペースが今空いてるかなと思うんですけど、ここはあの何のために空けてるかっていうと、後々お客様があのゴミ箱をここに収納されます。なのであらかじめなんかその何を入れたいだったりとか、炊飯器の位置をこうしたいとか、なんか決まってますと、こちらでそれをまあ想像した上で設計することができるので、それも一つ造作ならではのポイントかなと思ってます。便利ですね。そうなんです。形とかその引き出しの数とかもお客様が注文できるんですかね。そうです、そうです。なので中にはこう炊飯器をこうやって引っ張り出すタイプのものもありますし、まあ、この扉の開け方も結構、はい、今はこう引き出しタイプのものですけど、うんうん、こうやって開くタイプ、両面開く、あ、そうです、そうです。そのタイプもあったり、はい、そこはいろいろお選びいただけます、うん、結構まあ収納スペースとしては実はこちらまでありますので、うん、長いですね。はい、だいぶ広いんじゃないかなと。はい、まあ、キッチン周りの収納だけじゃなくって、後々まあ奥がリビングになってますので、うんうん、リビング収納のものも、まあ、この辺りに入れていただければ、まあ、あらかじめその収納の棚を買わなくても十分に収まる収納量はあるんじゃないかなと思います。で、実は収納キッチンの前の方にもありまして、こちらぐるっと回っていただくと、実は見た目すごくすっきりしてるのでわからないんじゃないかなと思うんですけど、この前もちょっと開くタイプの、あ、すごいですね。そうなんです、ここも開くので、でもこちら側もですね、うんうん、かなり収納量がある。そうですね、ですね、玄関の方も廊下のところも収納量がすごいめちゃあります。すっきりしたお家を保てそうです。そうなんです、見た目もすごくすっきりしてるので。そうですね、扉あるの分かる、はい、ないので、うん、
デザイン的にもすごくいいかなと思います。そして、まあ、奥がリビングになってるんですけど、はい、こちら実はあの1段段が下がってるよ、3分リビングって呼んだりするんですけど、その階段を使って下に降りていく形になりますので、結構深めの3分リビングですね。そうですね、高さ30センチほどあります。いわゆるここは一体型の LDK になってるんですけど、その中でもリビングのちょっとしたまあ落ち着いた雰囲気をやっぱり出したいというご要望がありましたので、まあ、こういう3分リビングであえて少し高さを設けてあげると、ちょっとした個室感まではいかないですけど、なんとなくリビングだけの空間っていうのがいますので、あえて深さを出してあるのはそこに理由があるかなと思います。確かにちょっとダイニングのすぐ横にあるんですけど、ちょっと別の空間な感じがします。そうなんです。なので少しここだけ雰囲気はまた違うので、うん、なんとなくでも落ち着いた感じはするかなと思います。そうですね、床もこれ絨毯になってるんですね。そうなんです、こちら絨毯に なってますので、まあここでお子さんを遊ばせてもいいと思いますし、うん、まあ、今ソファーが置いてありますけど、はい、このまま直接床に座っていただいてもいいですし、うん、3分リビングになってますので、うん、この周りも囲われている状態になってます、はい、ちょっとしたこういうスペースが、まあ、縁側みたいな形でちょっと腰掛けれるような高さが、なるほど、ちょうどいい高さなので、うんうん、いろいろ本当腰掛けれるところがたくさんあるので、うん、まあ、どこにいてもなんとなく居心地のいいような空間になってます、うん、この色味がまた違ったりとかすると、うん、ちょっとなんか違和感に感じるんですけど、うん、まあ、同じ素材でこう囲ってあげることによって、うん、まあ、ここもうまく統一感ができていいかなと思います。でこちら あの窓が今奥にテラスが続いてるんですけど、はい、先ほどちょっと外で説明した場所になっております。はい、まあ、お客様の今回のご要望としてインナーガレージで、まあ、バーベキューだったりとか、うん、お子さんが遊べるようにっていうご要望がありましたので、うん、ご友人とかたくさん呼んでバーベキューしたりしますので、まあ、リビングにいて食べる人がいたりとか、うん、まあ、ガレージ内で食べる人がいたりとかして、あのデッキテラスがちょっとついてるんですけど、うん、うまくリビングとガレージを行き来できるような動線になっているのもすごく一つポイントかなと思います。でこちらが和室になってます、はい、で和室はあの少し小上がりになっています、うん、まあ、こちらも、まあ、なんとなくダイニングテーブルの後ろにあるので、まあ、小上がりじゃなくてももちろんいいんですけど、ご飯食べ終わった後に少し休憩したりとか、うん、ゴロンと寝っ転がったりするとき、うん、小上がりになってる方が使いやすいイメージがありまして、今回はこのようにご提案させていただきました。和室ではありますけど、まあ、この畳もカラー畳といいまして、うん、あのお部屋のテイストとか雰囲気に合わせて結構豊富な色合いからお選びいただけるかなと思います。でこちらが和室なんですけど、今スクリーンがこうついてまして、ちょっとうっすら外の様子が見えますかね、うん、はい、見えます。でこちらもあの窓がついてるのと、うん、あとリビングの方の窓がこう、はい、なんていうんですか、直角にこうついているような形なので、うんうん、まあ、こちらからの視線とあちらからの視線っていうのはぶつからずに、うんうん、なんとなくでも広がりがこう感じられるような窓の配置になっております。すごい視線が抜けて広く見えますね。そうなんです、すごく、そうですね、窓の取り方一つで結構広がり方とか光の取り入れ方っていうのは違うかなと思うので、ここもまあ設計ですかね、うん、はい、で一応和室には収納2つついてまして、はい、ここにも収納が、はい、すいません、少し中物が入ってるんですけどここに収納と、うん、もう一つこちらにもついております、はい、でこちらは実は階段下を利用した収納になってますので、うん、こう斜めの階段の少し素材が見えてるんです、結構畳和室を作られる方は将来的にその仏壇を置きたいとかそういうご要望があったりするんですけど、まあ、その方にはこういう収納の扉というかあえてこれだけ設けておいて将来的に持ってきたりとかするようにもできます。はい、で和室を入れて実はこちらに
扉があったんですけど、はい、お気づきですか？実はこちらの、ま、お中には階段があります。隠し通路みたいですね。そうなんです。ま、こちらの階段の位置なんですけど、実はキッチンの目の前にありまして、なんとなくそのキッチンからの匂いだったりとか、気にされる方はこう扉をつけることもできます。そうなんです。見た目わからないので、結構皆さん最初見たときは驚かれました。結構皆さん、ああなるほどみたいな感じで納得されます、ね。はい。そしたらちょっと水回りの方もご案内していきたいと思います。はい。でこちらですね。ちょうどまあ玄関のあたりにありまして、うんうん、こちら開けますと洗面台があります。はい。すごく洗面台も、まあ、ホテルライクな、うんうん、おしゃれな。おしゃれですね。すごいおしゃれですよね。はい、でこちらも、まあ、グレーと、まあ、あとはやっぱ扉も棚ですね。こちらもやっぱ先ほどの、まあ、キッチンの後ろのカップボードとかと同じような色味で統一されてます。こういう細部まで本当に色の配分を細かく気にしてデザインさせていただきました。結構この洗面台実はスペースが広いです。長いですね。そうなんだ。大体3畳ほどありますので、だいぶ広いかなと思います、はい、お子さん2人ぐらいと、まあ、普通にお父さんお母さんが並んでも使っていただけるような広さ感はあるので、うん、朝とかすごくバタバタしてる時にはこれぐらいの広さがあるとすごく助かりますよね。あとはこれもあの、まあ、半蔵作って言われる洗面台に、はい、なっておりまして、まあ、こちらが一番当社では人気の洗面になっております。愛花工業さんって言われるメーカーさんのものを採用しております。で洗面の奥にはお風呂場があります、はいはいはい、あすごい広いですね。そうなんです。 1.25 坪って言われるお風呂なので、うん、結構洗い場はゆったりとしています、うん、ありがとうございます。で洗面を正面に、はい、左手側にお部屋が続いておりまして、はい、中の方行きますと、こちらはランドリースペースになっております、うん、床の素材はそのまま同じもので続いております、うん、こちらにちょうど、まあ、洗濯機を置いて、うんまあ、上で干して、うん、でこちらも造作で今回お作りしていただきました、うんまあ、棚なんですけど、まあ、ここでアイロンかけしてもいいですし、洋服を畳んでもらうスペースとしても使えます。すごくこれがあるだけで使い勝手はいいかなと思います。便利ですね。そうなんです、まあ、この下が結構大きく空いてますので、うんまあ、いろいろ物を収納できますし、うん、なんか棚を置いてあげればタオル関係とかは収納できたりとか、うんまあ、いろいろ使い勝手はたくさんあるかなと思います。でもうほんと洗濯機を回してこの場で押して、まあ、これもすごく楽なんですけど、実はこの奥にもお部屋がまだ続いています。こちらはですねウォークインクローゼットになっております。ここにもそうなんです。まあ棚板が何枚かついてるのとパイプもついてますんで、まあ、このまま干したものをかけてもらってもいいですし、まあ、畳んだものを花板の方に収納していく形でもいいです。こう一直線動線になってるので、うんまあ、すごく家事楽動線ですかね。楽ですね。この干したものを運ぶ動線が短い、本当に短いので、うん、これはすごくまあやっぱ主婦目線でも嬉しい動線かなと思います。ここにも扉がありまして、はい、こちらは、はい、うん、実はキッチンの方に向けていきます、はい、なので、まあ、本当今こう一周してきたような、うん、ぐるぐる回ってこれます。すごい回遊性がありますね。そうなんです。何パターンもの動線があるので、うんうん、本当に使い勝手のいい動線になっております、まあ、本当無駄がないですか、ね、そうですね、スペースには、うん、はい。そしてこちらが階段になっております。はい、階段上上がっていきますと、まあ、寝室と子供部屋があります、はい、こういう階段の取っ手一つ取ってもすごく色味がなんか統一感があるんじゃないかなと。階段の色もそうなんです。これからも違和感がない
ないですよね。でこちらが寝室になってます。はい、寝室自体の広さは、まあ、大体 5.5 畳になっておりますので、まあ、ベッド大きいのを置けるサイズ感は十分あるのと、はい、実はあの寝室の奥にも今回あのまたクローゼットがあります。こちらもかなり広々としたクローゼットがありますので、まあ、1階だけの収納ではなんとなく足りないかなと思われたので、うん、こちらもお作りさせていただきました。はい、これはご夫婦のって感じですかね。そうですね、ご夫婦で使うクローゼットと思ってもらえればいいかなと思います。そして子供部屋も少しお見せできればと思います。まあ、お子様のお部屋も最近はすごくまあコンパクトのサイズが多いので、まあ大体 4.5 畳になっております。これにプラスして少し収納は持ってさせていただいているので、まあ、制服だったりとかはここに入れていただいて、まあ、普段の私服とかは下にしまっていただいてもいいと思います。はい、一般的なのか。そうですね、最近はもうこれが一番スタンダードなんじゃないかなっていうぐらい一般的になってます。最近はやっぱ LDK とか下に少し広さを取りたいとかありますので、まあ、なるべく2階の人目につかないようなプライベートなスペースっていうのはコンパクトに抑えてとか、まあ、結構予算の関係とかもありますけど、まあ、どこを優先するかっていうのをお客様にお聞きした上で、あの間取りをご提案させていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、ここのうちは子供部屋3つありますもんね。そうなんですなのでまあ下の洗面スペースも広いので、お子様が3人いても十分使える広さはあるかなと思います。はい、はい、で実はここにも収納のスペースがあるんですけど、ここはですねちょうど階段の上の部分を利用したような形で、結構でも高さがありますので、まあ、布団とか十分しまえるようなスペースがあります。普段使わないものとか、そうですね、季節ものとか入れていただければ、うん、はい、今お家ご案内させていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか。すごくまあ素敵なお家だったんじゃないかなと思うんですけど、今回のこのお家は、まあ、松園の家の注文住宅ということで、松園の家の注文住宅の特徴といえば、まあ、専属の設計士と専属のデザイナーがお客様それぞれにお付きするということが特徴的かなと思います。この設計士は直接お客様のご要望をお聞きした上で、まあ、どんな生活をしたいかとか、将来どういうふうな暮らしをしたいかっていうのを間取りを持ってプラン提案させていただきますし、まあ、デザイナーはそうですね、こういう内装とか、こういう造作のカップボードだったりとか、床の色味だったりとかを、まあ、どうなったらおしゃれで統一感でもっとかっこよくなるかなっていうのをすごく一緒に考えてくださるので、設計士もデザイナーもすごくまあセンスのいい方たちがたくさんいますので、本当に初代の家で建てるとこのように素敵なお家がご提案できるんじゃないかなと思います。はい、Gさんありがとうございました。ありがとうございました。